を加えずにできる簡単ミルクローションを作ります。まずオーガニックローズヒップオイルを小皿に入れます。続いて乳化剤のポリソルベート20を加えます。さらにお好きな精油を加えてください。ここでスプーンなどでよく混ぜ合わせてください。保存容器にお好きなフローラルウォーターを入れます。フローラルウォーターの入った容器に先ほど混ぜ合わせた液体をすべて混ぜてください。でよく混ぜ合わせます。ボトルを振っていると乳化剤が乳化して白く濁ってきます。これで完成です。ローズヒップオイルを加えることでしっとりしたローションに仕上がります。